あー、サルトジャンシーでシールドが割れていく。再び画面端で連れていくのはミエルバカマイン。さあ隙間だらけのシャリンダが迷わず出していく。ゲージを吐いて、おー、全然暴れている。ゲージを回収される前にということでしょうかね。しかしコマ投げしっかり2回転、ここはグラップ、位置を入れ替えるが EX 昇竜、おそらくアイゼンボルじゃないですかね。ダッシュが出ないがレンガから集団は立って漏れてしまった。半角だったがお高めなし、 3B 見えている。大き攻め、ゲージがない言われんはきついぞ。割れている、これはゲージを吐けばといったところか。 CV をインフィットアス、さすがに足りる。今何人目か数えてない勝ったのはミエルバさん、今一P側は8人目ですね。次で一P側は8人目です。では続いてネレンさんの正答をお願いします。ネレンさん、ネレンさんお願いします。中盤ですかね、中盤からそろそろ終盤に差し掛かろうかという。うちはまだ中盤だから、確かに。しかしミネルバさんね、昨日やってた限りめちゃくちゃ前ので結構連勝してくれるんじゃないか。チラチラと見なくていいからすごいなんかね、桜が2P は 11? え、今 2P 側は10何人目、8人目なの分かる。つまり引けばいいんじゃない。あ、なるほどまあそういうことですそうだよね、11人目だよね。壁をしっかり決めて、このまま完走すればゲージも残って、ゲージを吐く、さあゲージを使ってしまったが1本取ってるので OKOK、 ゲージなんかなくても勝てるよっていうことなのかな中断、補正切りのように入った。ジャンロク C が出なかったが、今のは投げでがかくっていたが、対空で落とそうとすればまあ戦争に勝てるものがないので、ね、今のはカウントしてたのは多分 3P を出したんでしょう。 V をはしっかり下がりきっている。ミスってしまったが、ここはシース、アーサルトから逃げ破れ。さあ1対1、ペグはしっかり見ている。ジャンロピーから有利を取って勝利にはならないが、スカシゲダン中段通るが、シース剣は瀬戸はいいく、うまい、これはうまいこと当たったが繋げられない。惜しいカウンターはかなり痛い。さあシールド確認しっかりしてるのかな、してたが移動投げにはなってなかった。カマイはね、ダッシュの初速が遅いのでどうしてもスライド投げができないので、強力っぽくなってミスらなければ勝ったのはネレンセト。なんか宇宙チーム強いな。さあおヒット、次のもう残りは 2P 側トップ層ばかりということで、
社長を出す早いっすよ。うちのチームはまだ結構残ってますね。なるほど。ニピー側は 次に出てくる人で12人目ですね。ニピー側は現在ネレンさんが8人目です。おヒット次はどなた。本気さん、本気さん、今月の越前杯覇者ですかね。ですね。この曲は今流れてる曲は瀬戸ハイドの曲ですね。 iTunes とかでもダウンロードできます。宣伝できますよ。200円ぐらい。缶バッジの彼女ができたそうです。モテモテ足。いや、このプレイヤーで見ろよ、モテそうに見えるか。2C がカウンターヒットしたが、あーっと、ボールが死んだ。早くも状況が一気に悪くなった。やばい、開幕から状況が。中段はしっかり立っているが、硬いというイメージが、漏れている。爆声はバレている。ダッシュ2Bで追いかけて、すごいですね、追いかけて 2B で爆声を狩るじゃん。メレンさんは最後のジャン・ロクシーがうまいこと出てないですね。さあ、こうなればゴールドのターン。中段は立っている。おっ足見読みから消失出した。5C が暴れ潰しの形になって、まだこっからあれ覇者一瞬目で遊ぶからな。やはり 2C、 すごいね。いや多分裏に回っちゃうと強気の駒投げ、無敵もあるし2フレだからね。まあ、リバサ密着だったら振ってもいいでしょう。相打ちして、やはり 2C カウンター。消失はバレている。ただ裏表が分かんなくなるので、その後ポンポンしにくいんですよね。ゴミとかも微妙に前進しちゃうし。あー、シミュレーション。これでいちいち。さあ、読んでいる。しっかり読んでいる。そうですね、半歩下がるとね、ちょうどダッシュが当たらない距離になるので、またリバサコー投げ。強気にダッシュくる。コンマミスって、補正切り。グリム。消えていないぞ。投げが通って。うまいですね。おお、アサルトの出かかりを 2B が潰し、やはりこう 2C。 すごい、あれ消失にカウンターちゃんとついてるんだ、すごいですね。あーしみ安定返しだけども、できるか。裏に抜けるから関係ないんですね、あれで。逆に投げ返し。さあ、怪しい匂いがしてきた。ここは硬直になった。さすが覇者、勝ったのは本気さん。あ、次早くして誰か。はーい、じゃあ次はグローブさんいきますか。グロさん、グロさん、ゴールドバーサス暁。ファーストクローズディバイド交代。モータルスライスショット。ここだ、ナムコーン。あいない、なかなか。 3C がここは CS 剣を取りに行く。シールドをアシミで割って、
護衛が強いすごいですね、あの立ち絵が、連続で出せる上に前進するから全然離れないっていう、おまけにゴフレでしょまあ2段目にシールドすればマイナス6なんで、あ、そうなの、え、でもその後どうせまた護衛出るでしょ、いや、そのノーキャンとかじゃない、ノーキャンだったら一応パック、キャンセルはできる、ブラつぶし、開幕、ビーテコさあ、欲望の補正切り、ビーデッコ痛い当たり方した、モーサルだけど翔さんが暗い判定が前に出ちゃってるから次な叩かれちゃうんですね、 VO グラップで欲望にまみれたリバサのビーデッコが2回目通っちゃう、ならないさあ A 電光で待たれると本気ゴールド、これはキシーが上がしっかり見ている、リバーサブンブンしすぎに怖くなってますね、あーっとビーテッコガッタのグローブあったのはグローブ赤月、ビーテッコとかなんか攻撃判定がやばすぎるでしょ、まあ、ゴルドの暗い判定もあれなんですね、次はクロスピさんすごいリバーサガードした回数何回ゼロ早速出てきたらどうだひどいB テックを本場と言われてますが